めげないしょうがない。バイサイ。はい、今回の動画はスクフェスの勧誘動画です。2020年入ってね、2本目の動画となります。はい、お久しぶりです。ということでやっていきます。はい、もうね、皆さん知ってる人は知ってると思いますが、お知らせでね、ものすごい情報来たので、こちらをね、もうやっていきたいと思います。まあ、まずは月始め限定スクフェスラブリキセット3060円で、もともと50個買えるのが、まあ、10個おまけでついてきますよっていうぐらいのものなんで、いいかどうかっていうのはちょっと、まあ、ユーザーの目的、使用用途によるんじゃないかなとは思いますが、まあ、なんとも言えないですね。はい。なんで、まあ、自分はちょっとこれは買わないです。で、まあ、次が、やばいのは次だよ。やばいのは、ここ。はい、スクフェス入門セット、ミューズアクア。はい、それぞれ。なんと、選べるメンバー、UR 確定。これやばいでしょ。で、しかも、値段見てこれ。490円。これやばいよ。マジで。あの、マックのバリューセットより安いよ、これ。やばくない？マックのバリューセットより安いんだよ。バリューセット食べるのか、UR1 枚もらうか。いや、UR でしょ。しかも、選べるんだよ。癒されるんだよ。キルリアはもう、ランク4桁いってるんで、入門ではないので、入門セットは買わないでください。まあ、ただね、一人1回限りっていう感じだね。というわけで、今回の動画はですね、スクフェス入門セットを使った勧誘ですね。それぞれ、自分と、レオナが引いていきます、という感じでですね、合計で、4回、勧誘の方やっていきたいと思います。はい、というわけで、買っちゃいました。誰を選ぶか、皆さん予想はつくでしょうか。はい、その通りです。なんかイラっときた。あ、本当に。皆さん大正解。ほのかちゃんです。ミューズはほのかちゃん。見て、レアリティ別提供割合 UR100% ね。これで UR 出なかった人は運営に文句言っていいと思うよ。はい、だけどね、ほのかちゃんの UR14 種類から、出ますという感じですね。はい、できれば新規が欲しい。うん、もうね、ちょっとね、スクフェス久々すぎて、何持ってて何持ってないかがちょっとあんまり把握できてない部分あるかもしれないけど、大体持ってますね。かぶるならやっぱプール掃除したいなって感じですね。では行きましょう。入門選べるメンバー、 UR 確定勧誘、見えずほのかちゃんで行きますよ。めげないしょうがない、バイサイ、ファイトだよ。さあ、一発勝負。はい、赤封筒、安心。はい。おー、まあまあいい。それ欲しい。そっち来たか。はい、かぶりましたが、全然いいです。はい。これね、だいぶ能力的にも、出てた当時は高かった。まあ今はちょっとわかんないけど。何になりたい？いや、ハムスター。モルモット。モルモットになりたい。すごいね。もういろんな動物に愛されるほのかちゃんですよ。まあアヒルはちょっとどこ見てんのかわかんないけど。普段ね、俺生配信で皆さんを癒してるので、はい。こういうところで俺は癒されてるんです。それでは、行きますよ。UR 確定勧誘のアクア。さあ、自分は何を選ぶでしょうか？そうです。正解です。ようちゃんを引かせて、あ、やばい。左のやつ。はい、シャボン玉欲しいですね。あとはテーマパーク。もう、ここ大事。もう本当に欲しいのが明確なんですよ、ようちゃんの方。で、しかも11種類だよ。めっちゃ欲しいやつが2種類あるんだよ。これ可能性かなりあるんで。ま、なんならもう一回花嫁カウントダウンしちゃってもいいけど。もう入門って言ってるけど、もう俺の気持ちはもう入門じゃない。テーマパークか、シャボン玉のようちゃんが欲しいです。運営さん、お願いします。もうカニって言わないから。選べるメンバー、UR 確定勧誘、アクア、ようちゃん、行きましょう！めげないしょうがない、YSY、全速前進、よそろー！はい。お願い。はい。ね、ぬんぬん。でも新規、はい、ブレーメン、目合ってる。今俺目合ってる。いやー、癒されますね。あー、もう本当にね、もう欲しい、もうズバ抜けのその2枚は外しましたが、新規ありがとうございます。新規王ちゃんお迎えしました。こんだけ癒されて1000円しないんでしょ。超安い、これ。いや、みんなこれね、本当にやった方がいいよ。購入の期限ないんで、本当にね、余裕がある時に、もう自分のタイミングで購入して引くこともできますね。というわけでね、続いてレオナのターンに移りたいと思います。それでは、どうぞ。レオナは、ミューズは何を選ぶのでしょうか？でんでく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 でーん。はい。小鳥ちゃんで、ファイナルアンサー。ファイナルアウンター。悩んだけどね、すごく。かよちんかね。うん。大変だね、推し多いとね。まあ、一言なんで、なんとでも俺は言いますが、はい、大変だね。ここ、待って。さらっと見たけど、この3人が欲しいんだよ。14分の3で勝利ができると。なるほど。まあまあありますよ、でも。え、行くよ。誰に言ってんの？行きまーす。おちゅんちゅん。
あ、ロード入んなかった。入んなかった。はい。あ、かわいい。まあ、よ、いいでしょう。それ本当にいい、いいやつ。それいい。じゃ、持ってないときはすごいこれ欲しかったよ、この。あー、そういうことか。うん、もう持っちゃってるからっていうことか。持ってなかったら、はーっていう感じだったのね。はい、アークアー。でんてく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 でで、新規が2分の1のぐらいの確率で出るさ。確率的に、ようちゃんで行く。はい、ここは二押しのようちゃん、現実的に。そう。うん、ただ目の前で、あの、俺が欲しかった、あの、その2種類をね、出されたらちょっと俺は泣くんで。で、君の狙いとしてもやっぱその辺。シャボン玉とか。そう、シャボン玉。テーマパーク。テーマパーク、あとウェディング。じゃあ、ウェディングだろ。結婚しちゃう？いや、できないと思うけど。一番はでもテーマパークがいいな、ヨーヨシだから UR が。ああ、そっか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 。そう、こっちで引いちゃえば。そっか、ヨーヨシ推しとしてテーマパーク UR のその、まあ、コンビはもう最強。そういうこと。君が一押しだから掛け声もらうよ。それではいきますよ。入門選べるメンバー UR 確定勧誘アクアヨーちゃんいきましょう。全速前進ヨーセロー。タイミングバッチし。あー、ロード入った。ほら、あ、なんか何かしら来る。配信、うん、君両方かぶっただったら俺バリューセットの方がいいかな。まあ結果論ね、結果論ね。だヨウちゃんも言ってるじゃん、頼もうって。ほらバリューセット頼もうって言ってるよ。そう。これが勧誘なの、現実なの。でも楽しめたでしょ。そう、全然。本当に豪華だよこれは。お安かったし。お安かったし。というわけで、ぜひ来月も運営さんよろしくお願いします。はい、というわけでね、今回の動画は以上となります。まあね、このお知らせ知らなかった人、スクスやってたけどなんかスクスターリリースされてからね、まあちょっとね、情報見落としがちな人とかも、ね、多分いらっしゃると思います。でね、まあこの動画を見てね、それをきっかけでね、買って、で結果ね、まあ良くも悪くも、まあ本当に楽しめましたので、はい、ぜひぜひ購入してみてはいかがでしょうか。はい、というわけでね、今回の動画は以上となります。最後までご視聴の方ありがとうございました。チャンネル登録2万人の方目指しておりますので、まだ登録していない方、ぜひぜひこの機会に登録の方よろしくお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。せーの、じゃ。